こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ初心者です。中国輸入転売に興味があります。自分一人でもできますか？というテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい。この動画でですね、視聴者様から質問ありました。ぜひね、紹介させていただきます。はい。まずですね、私もですね、中国輸入の、塾に一切入ってないですね。はい。ノウハウはですね、ある某、大手の代行会社の方に行ってきました。はい。で、直接ですね、なかなかそういうのね、やってないんで、まあ、これを聞いてる方にね、ぜひ、そういうのしたいって方は、直接電話して、聞くことをお勧めします。そうしますので、人によってやってくれますので、ぜひね、お勧めします。私は言ってよかったですね。はい。で、他にもですね、誘われてっていうか、行った方がいいよって言ったんですけど、あんまり参考になかったんですね。やっぱ自分の合ってる手法ってあるので、それはですね、自分で電話をしてね、聞いて、それを参考にするのが一番いいので、ね、それをね、ぜひ探してほしいんですね。で、私の方はですね、まずですね、代行会社の方にですね、ある某大手の代行会社に電話して、自分で聞いてきました。はい。それとですね、参考の方ですね、1冊以上ですね、1冊でもいいんです。購入していただくといいかと思いますね。で、これはですね、下の実践してる本ですね。これも含まれまして、実践してる本としてない本があります。初級編と上級編ですね。そういった本がありますので、ぜひね、自分で見て、中身見てね、それで購入していただければいいかと思いますよね。はい。それとですね、YouTube 動画ですね。で、今はですね、YouTube 動画でかなりですね、良い情報を流しているセーラーの方もいます、実際に。数人ですね。中にはですね、やっぱり参考になる方も多いので、そういった方は省いていただくといいかと思うんですけど、中には非常に良い情報を流している方もいますので、それをね、参考にしていただければいいかと思いますよね。この3つですね、をしていただければ自分でも利用できます。はい。お金を使わなくていいですね。ぜひね、自分のお金をね、自分のビジネスの資金に回していただければいいので、ぜひ試していただければいいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきます。30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。日経のスタンプお願いします。あと、YouTube が一切受け付けてません。LINE の登録後によろしくお願いします。本日は、最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。